チャールズ・ジョゼフ・ボナッパルトは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士。セオドア・ルーズベルト大統領の下で1905年から1906年まで、第37代海軍長官を、1906年から1909年まで、第46代司法長官を歴任した。ボナパルト一族であり、フランス皇帝ナポレオン一世を、王子、ベスト・ファーレン王、イエローミオ祖父に持つ。 1851年6月9日、ジェローム・ナポレオン・一世・ボナパルトとボルチモアの富裕な、商人の娘スーザン・メイ・ウィリアムズの間の次男として、メリーランド州ボルチモアに生まれた。その姓が示す通り、聖火は、旧フランス帝室たるボナパルト家の一族だった。父、ジェローム・ナポレオン・一世は、ナポレオン・ボナパルトの末弟ジェロームが、兄の許可を得ずに結婚した、ボルチモアの富豪の娘、 エリザベス・パターソンとの間に設けた子であった。そのためチャールズには、ボナパルト一族としての定位提唱権はなかった。また、祖父ジェロームは、ビュルテンベルク王女カタリーナとの再婚後の1816年に、義父、ビュルテンベルク国王フリードリヒ一世によって、モンフォール公の爵位を与えられていたが、これもチャールズには無縁であった。ボナパルトは、地元ボルチモアのフランス人学校と、 家庭教師の下で学び、1872年にハーバード大学を卒業した。ボナパルトは1874年にハーバード大学法学大学院を修了し、法律の学位を取得した。1875年9月1日、ボナパルトはロードアイランド州ニューポートにて、弁護士トマス・ミルデーの娘エレン・チャニングデーと結婚した。二人はボナパルトが死去するまで共に暮らした。 二人の間に子供は生まれなかった。無意識に後ろに手を組み、少しばかり身をかがめて立って話すチャールズの仕草が、ナポレオンはこうだっただろうと思わせる雰囲気があった。1890年代にナポレオンの伝記を執筆するために、チャールズに会った間ターベルの自により、大学院を卒業後、ボナッパルトはボルチモアで弁護士業を開業した。ボナッパルトは、 地方の革新運動や全国的な革新運動に参加し、著名な存在となった。1891年、ボナッパルトはハーバード大学の監督職員として採用され、1901年まで10年間、その職に就いた。ボナパルトは1894年に、ボルチモア改革連盟及び全国自治体連盟の創設に関与した。 ボナパルトはそれらの連盟の創設に際して、後の大統領セオドアル・ーズベルトと知り合った。ボナパルトとルーズベルトは、間もなく親密な関係を築いた。ボナパルトは1902年から1904年まで、インディアン委員会の委員を務めた。ボナパルトは1904年に、全国公務員制度改革連盟の会長を務め、またアメリカカトリック大学の理事に任命された。 ボナッパルトは全国自治体連盟の創設者の一人として1905年に同連盟の会長を務めた。チャールズ・ジョゼフ・ボナパルトチャールズ・ジョゼフ・ボナパルトの文章1905年7月、ボナッパルトは時の大統領セオドア・ルーズベルトから海軍長官として任命を受けた。これは前任の海軍長官、ポール・モートンの辞任に伴う措置であった。 ボナパルトは1906年12月まで海軍長官を務めた。海軍長官としてボナパルトはより大きな海軍を主張し大統領の巨大艦船の海軍論を支持した。1906年12月からは司法長官を任された。これは前任の司法長官、ウィリアム・ヘンリー・ムーディの辞任に伴う措置であった。ボナパルトは ルーズベルト大統領の任期満了となる1909年3月まで司法長官を務めた。司法長官となったボナパルトはルーズベルト大統領の反トラスト運動の一員に加わった。ボナパルトはトラストに関する訴訟について積極的に対応し、タバコ市場の独占解体を主導した。またボナパルトは司法省の調査能力向上のため、 特別捜査官の採用を決定した。1908年、ボナパルトは司法省内に数人規模の捜査局を設置した。この捜査局の設置は、ボナパルトの最も重要な業績として挙げられる。ティールーズベルト政権の人気満了日、1909年3月4日に記念撮影された閣僚集合写真。左から3番目の人物が、 司法長官だったチャールズ・ボナパルト・ルーズベルト政権。終了後、ボナパルトは、ボルチモアに戻り、弁護士業を再開した。1921年6月28日、ボナパルトは、メリーランド軍、ベラビスタで死去した。ボナパルトの遺体は、ボルチモア市内のラウドンパーク墓地に埋葬された。死因はこれらであった。ウィキメディアコモンズには、 チャールズ・ジョセフ・ボナパルトに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。